アンホノカです。今回はピアノと歌について。何かを口ずさんでいれば歌っているということはわかります。しかしピアノの場合、形にしないと演奏になりません。弾けないことには音楽にならないんです。ピアノの練習の場合は、自分ができなかったことができるようになることが嬉しいんです。不可能が可能になったことが大変な喜びになるんです。